ヒカキンゲームズ。ブンブンハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。ヒカキンのポケモン SV 実況パート15の今回はヒカキンついに四天王に挑むでございます。来ましたね、ついに。はい、チャンピオンロード、スターダスト、ストリート、レジェンドルート全部クリアしましたよ。ジムリーダーにスターダンに主ポケモン、あとは四天王ってことでいきますわ。まあ4人いるってことでいいんだよね。今まで確か出会っては来たじゃん、なんかあのジムリーダー戦のなんか建物の中で。だからなんとなく顔は覚えてるんだけど、誰からどう来るのかとかよくわかんないので、でちょっと本当に事前に何も調べずに行こうと思ってるんですけど、とりあえず1人目の視点の誰かわかんないけど、こんな感じのパーティーで挑みたいと思います。はーい、まあ非常に血筋が輝いておりますが、ホゲオレベル72、ギャラキンレベル61、血筋レベル55、ちょっとこれねレベル上げしてないんですけど、する時間なくて、コジオレベル61で、これセグレイブレベル54、これ、ね、少し前に捕まえてたんですけど、なんか怪獣っぽくてかっこいいと思ったのと、マリロリ入れてたんですけど水タイプばっかりだったんで入れました。で、スシオオッケーって感じで、セグレイブだけ普通の名前だな、オッケー。でこれちょっと前から出てるけど、ここっぽいよな。ポケモンリーグチャンピオンロード、チャンピオンロードぽいよね。四天王に勝つのがチャンピオンってことでいいんだよね。行きます。あ、ここ飛んでいけないのか。どここれ、ん？僕これ神に誓って言えるんですけど、誰一人の実況も見てない、あの四天王の動画とか。ロタ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 、うん、ボタン、ヒカキン、もう仲良し、もう仲良し、ちょっと疑っとくわ。カシオペア、いやもう違うし、ほんまにちょっと話し合って、うちらが初めて会った、え、学校の階段前に来てほしい、え、待ってる、え、なんでなんでなんで、学校階段前すぐそこじゃん、え、怖い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 、もしかして一緒にしてんのと戦ってくれるとか、デュオデュオ、学校の階段前ってここじゃね。ロト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 、カシオペア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 、どこ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 、あ、そうだ、あと回復薬買ってかなきゃ。俺現代医学にね頼る戦闘が得意なんでね、僕はね。いた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 、いた、あれスルーしててな、俺いたー。あら、いい人になった、ボタンさん。あら、 EV のリュックがかわいいね、天気もいいね。あら、悲しそうな顔してる。お疲れ様でした、でした。段作ったメンバー6人で最初に考えた挨拶まあブンブンハロー YouTube くらいセンスいいと思うよ。うん、ダサすぎて逆にありだよね。なんでそういうこと言うのよLP 不正発行の件やばいことになると思ったのに、あっさり許された。比べる、よかったのかな。よかった、ポケモンリーグでエンジニアとして奉仕作業すればチャラだって。天才は許されるんだな。卒業後もぜひ来てほしいって言われた。校長にも澤高って人にもなんかすごく褒められたし、素晴らしい才能だとか。あのハッカーが許されるのと一緒か。呼んどいてごめん、リアルで話すの苦手なん。俺そういう人好き、そういう人好き。うまく言葉が出てこないし、だけどあの、あ、告白かな。あ、ありがとうございました、違いました。ヒカキンのおかげでスターダンも仲間も救われた。感謝してもしきれない。だからこれ、これ前回のパートでやるべきなとこだったな、これ。ヒカキンはまざましい169、流星群を手に入れた。うわ、強そうだな。あら、俺わざマシンって1回ぐらいしか使ってないかも使ってないかな俺。あなたなら多分使えるはず。それとヒカキンに借り返したい、何かあったら言って四天王一緒に戦ってください。特に機械とかハッキングとか得意分野やばい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 、加担したくない。ヒカキンが困った時は今度はうちが助けるんで。いい人だね。あら、いい人。じゃあまたね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。
うわ、走るの速いね。脚力あるね。スターダストストリートクリア。おかしいな、今日四天王の回だったんだけどな。ついついやりきれてないんだよな。まあでも気持ちよく次に行けそうだな。なあ、てかネモがなんかいるってことは俺ネモとバトル可能性あるよな。四天王と思って言ったらネモいるかもみたいな。どこ？これこっち直で、これ直で行っていいの？ええ？これどこ？え、どここれ？あ、これの下？いや、なんもねえぞ。なんかある？俺、そういえば、俺さ、これ登れるの忘れちゃうんだけどさ。うわー、登れる！ちょっと待って、あ、そっか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 。こうやって行けんのか。え？なになになに？え？これ入っちゃいけないとこ入って飛ばされるとか？じゃない！なんだここ、ロト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 な感じ。これ何？ネズミとかいるよ。うん？どここれ？俺これな、なに？山登ると洞窟入るとかあんのこれ？超裏技じゃん。うわ、ラスト感やば。うわー、うっ、誰だ？リーグに挑戦かい？これ無視していこう。OK、無視できた。買ってこう。ナイスだね。俺よくさ、ねえ、コンビニこういうとこにあるといいよねみたいな、もう一番気の利くところだよ。買いに来た。もう満タンの薬しか買わないから俺。たけー、やっぱ現金だよな。これ上限何個なん？あ、やべ、払えねえ。ちょっと待って、やべ。まあ20個ぐらいあればいいだろう。うん、よいだろう。このために俺今まで小遣い数ヶ月貯めてきたんだわ。高っ。いや、500円多く払って回復の薬のがいいんじゃねえかとかね。これ5個こんだけあればいいだろう。え、四天王って連続で4人来ないよね、さすがに。また買いに来れるよね。なんもないっすよ。あの毛量の多さ、なんだっけあの人。うわ、やばい。この人がして、この人も四天王の人だったよね、確かね。それか四天王の先にいる人が一番やばそうな人なんだよな、確か。いや、何年伸ばしたの髪。重だか、重だか。ヒカキンさん、もう服がもう、服の貴族感がすごい。いよいよポケモンリーグに挑戦されるのですね。チャンピオンランクになるための最後のテストはこちらの建物で行われているのです。うわ、余裕がある。ヒカキンさんのご健闘を心より祈っております。後ほどお会いできるのを楽しみにしておりますよ。不気味な笑顔ですね。まあ、後で泣かせてあげましょう。で、あんた誰？あんた誰？ポケモンリーグチャンピオンテストに挑戦されますか？はい！いきます。グレープアカデミーのヒカキンさんですね。お持ちのジムバッジは8個と。はい、それでは、面接室へお入りください。面接とかの、いや、免除だろ、面接は。8個持ってんだから。そこ特待生だろう。あれこの人もあったよね、一回だいぶ前に。かっこいい。チリ、本日はお越しくださりありがとうございます。ん、どうぞおかけください。なんか悪いことしたみたいなんだけど俺。明らかにここ警察署でしょ。取り調べじゃん、これ。面接官のチリです。犯人はあなただって言われそうだよ。これよりチャンピオンテストの第一次試験、面接テストを行います。もうかかってこいよ。お持ちのジムバッジは？おお、8個ですか！めちゃめちゃハードル高いな、お前。今からヒカキンさんにいくつか質問をさせていただきます。
回答によってはその時点でテスト不合格となる場合もございますのでご注意ください。ああ絶対間違いないから言うだってはまあ僕もねスーパーでねあの就職するときに面接もう一発合格してますから俺。それでは始めます。本日はどのようにしてお越しくださったんですか。これ面接もまあちょライドポケモン、イエーライドポケモンね。それはいいですね。何は現在通われている学校のお名前を教えてください。グレープアカデミーだろ。おっとアポーアカデミー、オレンジアカデミー、グレープアカデミー。やばいぜ自分の学校名知らなかったら。そうでしたね。笑ってる。怖い。面接ね大失敗しててもってなるからね。本日はポケモンリーグまで何をしに来られたんですか。ポケモンを捕まえるため、チャンピオンになるため、なんと、もちろん、ずっと夢見ていたチャンピオンになるためでございます。はい、100% 正しい。それ以外ありませんよね。ってこれ間違ってるかもしんねえな。では、チャンピオンになってどうなさるおつもりですか。チャンピオンになって、これなんだっけ、なんか宝物を見つけるとかあったっけ。宝物とか言ってたけど、でも俺はこれにしとこうかな。チャンピオンイコール強さだから、さらに強くなる、強くなりたいです。それだけです。なるほど、そうでしたか。やばい、なんか間違えてるっぽい。続いて、8つのジムの中で最も苦戦したのはどこですか。これは、俺覚えてるぞ。8つのジムの中でって言って、スクロールがある。電気のジムと氷のジムが苦戦してて、フリッチジム、ナッペ山ジムだ、これナッペ山ジム、確か氷だよね、ここ。はい、ほうほう、ではそのジムで勝負したジムリーダーの名前は。これ優しいな。打ち込みじゃないから書かなくていいから。グルーシャだったよね、確かね。確かグルーシャ、ハイダイではない。ハイダイはごつい人だから、まあいいや、確かグルーシャ。やな笑い方だね。しっかりと覚えていますね。当たり前じゃん、動画編集もしてるからね。グルーシャさんのポケモンのタイプは覚えていますか。これサービス問題だな。あそこはね氷の山だったんだよね、確かね。合ってるよね。ゴーストとかなんか悪みたいのはラッパーのおばちゃんだったから、氷。素晴らしい。本当？チャンピオンテストにたどり着ける実力をお持ちだということは、ヒカキンさんはたくさんのポケモンと出会ってきたと思います。ん？その中でも最初に選んだポケモンの分類は覚えていますか。分類？何をおっしゃいますか。これ覚えていなかったら戦う資格ないですよ。ホゲオポケモンだよ。さすがです。申し訳ありません、同じ質問を繰り返さず。間違えてる俺。嘘。ジムリーダーかな。ヒカキンさんはチャンピオンになってどうなさるおつもりですか。これ揺さぶってきてる、もしかして。うわ、これ間違ってんのか、ブレてないのか。いや、これはもうここでも変えたら多分実際の面接と一緒で、先ほども申し上げさせていただいたようにさらに強くなるでございます。やっちまった。すいません、そうでしたね。やべえ、なんかもうこいつダメだ感出てる。それでは最後の質問です。ただこれ合格不合格ってあんの、これ。ヒ
カキンさん、ポケモンは好きですか？当たり前やん。もう間髪入れずに行かないと。はい、じゃなきゃいません、ここに。はい、何がダメなのよ。お疲れさんっていきなりもう。以上で質問はしまいや。何これ。ヒカキンおめでとうさん。おめでとうさん。あ、よかった。え、一次試験面接テスト合格や。なんでいきなり合格と同時になんかタメ語になって。よかった、さすがの一発合格。ネモ以来初やないか。まあ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 、俺の唯一負けた相手やからな。ほんまにあいつは。やった。今んとこ人生の面接全勝してます。高校の推薦試験、スーパーの就職試験、面接。そしてこのポケモン面接。人生3回目です。さあ、気持ち切り替えて、次の試験や。二次試験は四天王とのポケモン勝負。その名も実技テストや。そのまんまやないかーい。ってツッコミはなしな。ポケモンリーグよりすぐりの4人のトレーナーとの連続勝負。激しい戦いになるさかい、しっかり準備してから奥の部屋に進め。ちょっと待って、俺待って待って、1人ずつじゃないの。まあ俺ペパーみたいな人4人来たら俺絶対勝てねえじゃん。ちょっと待ってや。そないなこと言われて、ちょっとこれセーブしていい？ちょっと待って、俺さ、これポケモン舐めてないのでしてんの。ホゲオスタートやめよう。小次郎にしよう。いやいや、ケツキン TV。 小次郎は最後に相手がテラスタルしてきた時に塩漬けしたいから、そこまでは小次郎じゃなく頑張りたい。セグレイブ、まあまあこれでいっか。オッケー。うーわ怖えー。でもネモのマークがあるんだよ。ネモがまずまさかウォーミングアップで戦わせる。こんな、なんか刑務所みたいな。えー、ね、こんな殺風景なの。あー、ポケモン、あ、なんかポケモンバトル感出てきたね。チリじゃないのこれ。え、ネモじゃない。ゲー、ネモどこ行った。ネモでちょっとあったまってから行くとかじゃないの。それじゃあ早速始めようか。ああ、こちとら準備できてるさかいにやるってんかな。拳で、いや、ポケモンで。四天王の梅雨払いはこのチリちゃん。うんと可愛がってるから、せいぜい決まりやー。決まっていこうか。四天王のチリが勝負を仕掛けてきた。うわ、俺なんかもっとさ、ミッションみたいなのとかいっぱいあると思ってきたんだけど、さらっと戦えるんじゃん。あー、面白くなってきたじゃん。なんだ俺、あんま強そうじゃねえじゃんお前。うわー、これ寿司をできるから俺ケツキン。一回も使ったことない。ようやっと戦えるな。すぐ終わったら消費戦で。こっちのセルフや、ケツキンや、こっちや。うわー、レベル57。お、ただペパーよりはちょっと、もう同じくらいか。でもうわー、かわいいねこの子。電気っぽいなんかある。不意打ち、俺待って、ごめんごめん、ケツキンデビューなの俺。え、相手が出す技が攻撃技でないと失敗する。やばっ、ギガインパクトでいくわ。おら、ギガインパクト。うら、ケツキのギガインパクト。うら、うほー、ほぼワンパン。濁流、ケツキにも当たらなかった。もう煽ってるからねこれ。うおー、ケツキ、なんでなんでなんでな、何が起きたの。もう多分普通に倒せるから。あ、すごい、あ、やべえ、間違えて使っちゃった。ケツキンのシャドウクロー、間違えたけど倒せた。攻撃でよかった。今さ、説明読もうとしたら A ボタン押しちゃったよ。余裕じゃん。
四天王のチリはバグーダを繰り出そうとしているポケモンを入れたんですか。バグーダって何。そのまま戦う、血筋が滅びるまで行く、血筋でうれうわーでかいと思いきや血筋のがでかい。バグーダ、バグーダってなんだ。明らかにでも攻撃してきそうだよね。うん、突っ込んできそうだから不意打ちでいくわ。不意打ち、血筋は怠けてる。何これ、えっ、血筋に当たらなかった。血筋何も当たんねえ四天王の攻撃が全く当たらない。血筋不意打ち、血筋の不意打ち、うわぁ、こっちも当たらなかった。うわ、眠らしてきやがった。ギガインパクトしとくか、これやばいな。ギガインパクト、血筋は怠けている。何これ、こんなのやばい。大文字、血筋がもう終えていくけど耐えた、寝た血筋は眠ってしまった。そもそも名前がやばいんですけど、こういう時のために俺がお小遣いで買った回復の薬血筋だけで全部倒せんじゃねえこれ、おらー。ただ大文字今半分ぐらい食らったな。血筋は目を覚ました、顔見えてないけど、よし全回復だ。うわー、容赦ねえぞ、うわやばい。100食らってるから一発しか耐えらんないのか。そっかー、ただこれ水ポケモンにした方がよくね。入れ替える、血筋まだ取っておきたいもんな。うん、これはやっぱりポケモンの基本を忘れてはいけないから入れ替えよう。俺が頑張って捕まえてきたギャラキン、俺はレベル61や。もうこれホゲを出る必要すらないかもしれないよ。俺のボス、ホゲオは出しません。行け、ゲロキン、うらぁ、はい、相手鉄棒、はい、威嚇した、攻撃下がった、はい、効きません、効きません。あ、待って、俺このキャラ、あ、大丈夫だよね。一瞬俺ドラゴンタイプかと思ったけど、それは違います。滝登り、おら抜群だろ。ギャラドスじゃ、うわぁ、入れ替えてよかった。血筋を引っ込めてよかった。オッケーオッケーオッケー、四天王のチリはドンファンを繰り出そうとしている。ポケモン入れますか、入れ、ポケモンを入れ替えますか。ドンファン、ドンファン、明らかにごついようなドンファン、なんかゾウみたいなやつだな、多分予想は。わかんないけどもそのまま行こうぜ。ドンファンでかいよね、絶対でかい。うー、でかーい。あー、ギャラドスの方が超でけえこれは俺の大好きな激鱗、これが最強。オッケー、あ、してんの、あ、君、あ、君してんの、え、あ、なんだこれ、めっちゃ強いじゃねえかよ。入れ替えた方がよかったな。いや、よし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 、待って、回復しよう。うわあ、もう今日早いね、疲れ果てんの。やっべてか俺それも復活の石とか買ってくるの忘れてた。え、これってさ、一回引き返せないのかなもうビビっちゃってんだけどさ、セグレイブ、相手石っぽいよな。確か氷か水だよな。氷の牙とかあるし、冷凍ビームある。セグレイブでいくわ、セグレイブでいくわ。初めて使う行くぜ。冷凍ビーム、昔からあるぜ。俺昔フリーザーで使ってました。冷凍ビームは かっこいい、余裕、はい、余裕。相手のドンファンは倒れた。これ四天王ってなんかタイプとかあんのかな。でも炎を使ってきたり、ああいう岩っぽいの来たり、ダグトリオ、あ、岩かな、この四天王。いや、このままいけるな。てかセグレイブってなんか主役感すごいな。はい、これワンパンだろ絶対。あ、効果抜群、ほら、うわっ、こ、あ、抜群同士だ、やべ、ほら、レトビーム、ダグトリアがある、レト大丈夫だな、これもう氷の牙でいっちゃおう。砂嵐、あれ、これ攻撃じゃない、うわー、なんかずっと食らう系、塩漬けみたいな感じ。オッケー、コンパクトに倒していく。ああ、かわいいね。
バッタスプリーダクトリオって感じで、おっとっとっと、どう送り出そうとしてる、どうどうってでかそうだな。でも全部岩っぽいからこのままいっちゃっていいよな。なやるや、やっぱ自分おもろいわ。チリはどう送り出した、え、これ最後、最後、あ、ちっちゃーちっちゃー、ルパルパみたいなやつじゃん。え、もう最後、俺そんな、あ、てか5匹しかいないのか。え、これセグレイブのテラスタルでいけそうじゃねえ。全然もうテラスタルしちゃっていいよねこれ。なんか逆に捕鯨とか相性悪そうだし。テラスタルレイトビームでワンパーンドーって超かわいいな。寿司用のなんか親戚みたいな顔してるね。ヘイラッシャの親戚かな。すごい、初めて使ってセグレイブをいきなりテラスタル。いやー、いてこましたら何、同胞龍騎星。うわっ、でもちっちゃいよ銅。これは岩だよな多分。テラ、テラタイプだよね。頭からテラ入るやつだよね多分。どうでしょう。え、違う、え、これ、これ岩タイプか。あ、いまだに僕あのテラ入るやつ何タイプか分かんないですけど、これ何、あ、地面か、地面だ。相手のドローンは守りの体勢に入った。レイトビー、え、砂嵐がセグレイブを襲う。弱っ、レイト、え、これまさか効かない、また、いや効く、ほらセグレイブのレイトビーム、よし効果抜群だ。あ、よいよいよい、相手のドローンの毒毒攻撃、うわー毒も使えんの、あんたかわいいね。俺ドウを捕まえたいんだけど、出会ったことないよ。どこにいんのドウさん。うわ、いやー二重で食らったぞなんか俺毒。ただこれこのまま押し切るわ俺、レイトビームで。相手のドウは守るを使った。てか俺セグレイブ入れてきてよかったな。レベルちょっと足りなかったんだけど、うーわー軽く圧された。なんだしぶとい。いや、これ二重で食らうの、やべえ、すげえ耐久技だ、やばい。セグレブ回復したいけど、まあでも他のポケモンもいるしな。いやもうこれさすがに次行くとき回復できるよね多分。レイトビーム、シコー急所に入れ、あ、くそ、やべ、耐えられるかなこれ。足元気ぃつけや、チート揺れるからな。やっぱ地面タイプだ。うわ地震だ、きちそうですよね。はい、いやでもセグレイブは頑張ってくれたよね。え、一発目の戦いだったからねセグレイブ。オッケー、セグレイブが強いってことは分かった。お、砂嵐が収まった。ここはホゲを出していきなりやられるとかないよな。いや寿司用かな、四天王舐めてると大変なことになるから。いや、でも、レベル72の恐ろしさ味わわせてやろうかな俺。うん、地面タイプ的には相性最悪なんだけれども、レベル差があるからね。うん、いきます。ホッケーホッケーホッケー、弱っ、ちょっと待って、やっぱり嘘嘘、俺に全然痛くねえし余裕だし、もうボイスハイパーにしておきますもうこっちは。ホッケー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 、四天王のチートの勝負に勝った。ほら自分やるな、あ、いい人だな。オッケー、待って俺これさ、これ引き返せないとかある、もしかして。ちょっと嫌な予感するんだけどさ。あーずるいずるい、こんなんかなわんや。何がずるいん、何がずるいねん、言うてみ。負けたこっちがスカッとするほど気持ちいい勝負なんやもん。ああ、いい人。実技テストを突破できるトレーナーはほんの一握りなんやけど、ヒカキンならひょっとするとひょっとするかもな。うーわ強いんだなこの先。四天王二人目はもっと強いから気張るんやで。おーい、次出番やで。はーい。
待って、これ連続ポピー、かわいいねー、怖えー、俺こういう子強そう。チリちゃん負けちゃったんです。せやねん、ごっつ強かった。横で見学しとるからチリちゃんの敵取ったってね。わかりましたな。かわいいね、ちっこいね、あんたね。待って、ちょっと待って。あ、セーブはできるけど、回復しねえの。ちょっと待って、俺一回帰っていい？一回帰っていいですか？嘘でしょ。マジで言ってんの？待って、俺さ、俺絶対別で戦えると思ってたんだけど、待って。あ、元気のかけら10個ある。いけるかな。うわ、これマジでやべえかも。普通に考えて四天王って戻れないやん。俺魔法すぎなんだけど。これ復活させるポケモンよく考えた方がいいね。ギャラドスは絶対に復活させた方がいい気がするから、一回させます。ちょっとあとはポケモン入れ替えはできるっぽいから、これ使いまくる。ほげよ。これ傷薬、20の傷薬で、ちょっと血筋とかも。いやー、だって血筋をそもそも回復させていいのかな、これ。もったいないかな。いや、大丈夫。強い方だろ。HP 高めだしな。OK。ちょっと全部回復しますね。うわー、マジかよ。一人目でしょ？あと三人いるってことだろ？桃高さんまで入れるとあと三人はいるはず。やべえ。もう全財産使ってくればよかった。OK。全部回復したんで、セグレイブ入れ替えよう。まあ、これ舐めてるとまたダウンしちゃうとやばいんで、うわ、どうしよう。レベルで言うと一番高いのマリルリかな ?63 レベル。ちょっと水ばっかりになっちゃうんだよな。ただ、ああ、やばいか。これ、草か電気だったらやばいけど、なんかさ、ちっちゃい子、フェアリーとか、アクとか、ノーマル。なんか電気と草っぽくないよな。これで勝負かけてみるか。あとは、絶対初見で勝ちたいから、やるか。行くぞ。昨日知りました、この卵持ってんの。ていうかこれ全部持たせればいいのか。待って、これ何これ。うわ、なんかいろいろあんじゃん。力の鉢巻き、物理技のが上がる。今まで俺なんで何も持たせてなかったのか知らなかったんだけど。あんま意味ないかもしんないけど、小次郎って岩タイプの技あったっけ。なんか持たせとくか、とりあえず。オッケー、行こう。2人目、四天王ポピーに挑みますか。かかってこい。何タイプなんだよ。かわいいからフェアリーかな。ノーマルっぽさもあるし、でももしかしたら闇かもしれん。かなり闇っぽいかも。せっかくの二次試験ですけど、お兄ちゃんはここでバイバイ。なわけねえだろ。ポピーのポケモンちゃんみんなカッチカチですので。カッチカチ氷だ。やばい、攻撃なんてへっちゃらもへもへなんですの。確かに氷っぽい。待って、おいでなさいな、ポピーの友達。やべえ、ちょっと待って、やばいかもしんない。補強がきついかも。四天王のポピーが勝負を仕掛けてきた。うわー、大王道。おい、キャスケン。うわ、ただもうダウンしたくないからな。やっちゃえ大王ちゃん、パオーンと踏んづけ遊ばせ。うん、これ何タイプ。うわー、不意打ち。でもめちゃめちゃ物理的な攻撃してきそうだよね。不意打ち。いってみ、あー、レベル高えな、でも。不意打ち。おら、当たれ。あ、
これまだダメなの？もしかして。やべ、ステルスロック。うわー最悪これ。フーチバー。これなんで怠けちゃうの？ヘビーボンバー。うわー耐えてる耐えてる。オッケー、これでいこう。不意打ち、おら。うわやべえ、これ変えた方がいいかな。ガー、これだってやられちゃうと元気のかけら足りなくなったらやばいから。待って、大王道って何タイプだこれ。鋼かよ。あ、氷じゃなくて鋼か。地面が強いっぽいな。地面か。あ、自信ある。これでいくか。もうガンガン OK。 もうここで本気出しちゃうわ俺。うわ、任せた小次郎。はい、俺の最強ポケモン小次郎。今食い込んだだけでめっちゃ食らった。強い、やばい。これさっさと終わらせた方がいいな。自信、これ塩漬けするまでもない。おら自信、おら、よし、オッケー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 。そっか、あとでも逆に言えばこれ捕鯨も効果抜群か。おお、捕鯨が、捕鯨の経験値上がってってる。オッケー、そのまま行こう。オッケーオッケーオッケー。ドータ君、これも自信でいいんじゃないかな。あと4匹もいるからな、自信。オッケー、これ全部ワンパンできねえかな。浮いてる浮いてる。やべえ、アイアンヘッド水野さんで使ってたな俺、懐かしい。ちょっとこれは回復して元気のかけらを使わないようにしたいので。うわー満タンの薬もったいないけど、ちゃんと使わないと後で困る。 OK、 満タンの薬で回復した後。うわー自信使っちゃったよ俺、浮いてんのに。これでアイアンヘッドは大丈夫。 OKOKOK、 OK OK OK。うわ待って、2人目でこんな強いのかよ。俺これやばいな。アームハンマーでいいよね。アームハンマー、おらー、こじこじパーン。う、全然食らわない。これ塩漬けするしかない。待って、最初から黙って塩漬けしときゃよかった。ワンパンを狙ってしまった。つけてから、やべ、あー、どうしよう俺これしてんの。思ったより超強い。うわー使いたくないけど使うしかないよな。俺この後の四天王の薬なくなるよ。やべえ、まだこれ全然何匹も持ってるよ。やべえ、塩漬け、やばい、ここメンタルが崩壊しそう。やばい、ちょっとやばいな。お、うわー、オッケー。ただ塩漬けのダメージが、よし、でかいでかいでかい。オッケーオッケーオッケー。もう一発ギリ耐えられるよな多分。アームハンマーと塩漬けで耐えろ。あーあー、よし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 。なんかこのドータ君と相性悪いな小次郎。うわ、あと20個しかねえ。まだあと3人もいんのに。あ、2人、あと2人もいんのに。よしよしよし、でも大丈夫、現代医学があるから。ポケセンで買った現代医学で。よし、オッケー、ドータ君倒した。ドークタンかと思ったよ、ドータ君。あの雪山にいたやつだな。オッケー、そのまま戦う。うわ、そうと分かってたらもう一体小次郎入れてればよかった。自爆コイル、これも自信効かないな。アームハンマー、これは物理系は大丈夫。 OK、 ぶん殴っていくんだよ物理。小次郎のもう一回ラスターカノン、うわ強そう。マジでやばいかもしんないんだけどこれ。
捕鯨で行きたいけどワンパンされっかもしんないからな。寿司屋で行くか一回。なんかちょっと電気系使ってきそうで怖いけど、ワンパンするしかねえな。なんか強い攻撃でちょっと耐久高そうな寿司屋でなんとか鋼の攻撃耐えてくれ。よっしゃ。あやばい岩が。あ大丈夫だ。普通に水とかで行くか。アクアテール。あー電気使ってきた。うわーやっぱりか。やべえ水3体できちゃった。マジかよ。次も電気来たら終わりだ。ちょっと待ってこれダメだ。捕鯨で行くか。捕鯨しかいないよね。血筋が捕鯨で行くわ俺。頼む捕鯨よ行くぞー。こっからうわー岩が食い込む。放電うわーこれしかない。頼む捕鯨のタイム。ギャラドスしかいねえよ。オッケー。もう滝登るしかないかな。よっしゃ滝登り。お強いギャラドス。放電だよな。耐えろ。やばすぎる。いやーやばい。この先もっと強くなったらあと3匹か。でもいけっかな。アクアブレイク。あーくあーあーオッケー。ただこっから一気に逆転できるからな多分。いや俺は絶対勝てる。ほらレベルも上がってる。アーマーガーってなんだ。大丈夫いける。あと2匹かな。うわーうわーなんか強い。でかいプレッシャーを浴びている俺。あと2匹だからでも回復誰かさせといた方がいいかな。小児を回復させて、あとホゲータもちゃんと復活させておきたいんだよ。待って、まず絶対勝たなきゃいけないから元気のかけらで小ジオの塩漬けをできるように。アーマーガーのブレイブバード。やべえこれで小ジオ復活させて。やばいな。これで回復。やべあー一回全開してでもこれ相手なんか電気とかじゃないから耐えられんだろう。電気っていうか違うか、これ電気じゃないか。大丈夫こっからいける。鉄壁。よし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 。これ全然地面の攻撃当たんないじゃん。アームハンマーで一回見てみよう。鉄壁。あやばいなこれ。俺鉄壁ってあんま食らわなくなるよ。やっば防御ぐんと上がってる。しかし俺のパンチは強い。これ塩漬けしかねえ。ああ間違えた。あばじゃあテラスじゃない。危ねえ塩漬け。オッケー耐えてくれ全部俺抜群じゃん。オッケー。ただこれはもうこれでいくしかない。オッケー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 。よーしやばいな。やられ、めっちゃやられちゃったな。大爆発で吹き飛ばしてってのもあるけど、それでまた元気のかけら使っちゃうのももったいない。これちょっと一回回復して塩漬けで多少頑張ってホゲータも復活させて経験値得たい。ちゃんとしゃあ。やばい持つかなこれ。やばいー
これだとラチが開かねえ。よし、たらめっちゃ食らってる。これで焦げを復活させたいな。いや元気のかけらが、いやもしかしたら次多分塩漬けで倒せるから、これでホゲータ一回復活させといて、あ、ただこれ腰をやられちゃうかもしんないな。やばいかな。あー、まあしょうがない、しょうがない、しょうがない、大丈夫。これでホゲータはでも復活してるんで、これ倒れてくれ。よし、オッケー、あと一匹強すぎる。あれ、なんかおかしくね。あ、治った。次ラストだよな。うわー、一回寿司用で回復するか。そうしよう。最後のポケモンちゃんが何とかしてくれますもん。怖いよ。デカヌちゃん、デカヌちゃんってなんか強いやつだ。これ超強いやつだ。俺なんか昔調べたことある、最強ランキングみたいの。型破り、やばい。生きてる生きてる生きてる。ただレベルのこっちの方が高い。満タンの薬、なんとかなるだろう。寿司の体力が回復、オッケー。デカヌちゃんおめかししましょう。やばい、テラスタルだ。鋼か。うし、こけだ。デカヌちゃんか。ちっちゃいのに名前はデカヌちゃん。怖いよ、鋭いよ。うわー、あー、よっしゃ、寿司を急所で当たって、これオッケー。これで最後ホゲータでとどめさしたいから。うわ、ただ薬もったいね。すごい傷薬でホゲータ回復させて、ただ出して一発でやられたりしねえかな。カチカチの方が勝ち、だからポピーの勝ち。そっか、鋼だったんだね、デカハンマー。ちょ、怖い怖い怖い、なになになにこれ。うわー、よし、おー、寿司を、寿司を、アクアテールでいいかな。多分水タイプだとの普通だよね、アクアテール。え、よっしゃ、寿司を回避した。こんな図体でかいのに、ほら、おお、強い、いけるわ。俺最悪の相性で戦ってただけなんだな。あ、よし、いけるいける。積んだかと思ったよ、2人目で俺。うわー、後悔今一つで。これか、でも運が良かったな、俺寿司用にして。これホゲータ出したら一発でやられそうじゃね。うー、次で発揮するか力。いや、全回復してるからここ行きたい。俺行くわ。炎って別に鋼タイプの技大丈夫だよな。あと少しで頑張れ、ホゲオ、行くぞ。俺にとってこのバトルは思い出なんだ。俺にとってこのポピー戦はついにその時が来る、思い出の試合なんだよ。俺は行け、ホゲオ。テラスタル、行くぞ、オゲオ。やばい、なんか泣けてきた。オゲオ、耐えろ、よっしゃ。オゲオ、倒してくれ。オゲオ、ナイマッチ。よっしゃ。オゲオ、ありがとう、オゲオ。してるの、もういいから。ホゲオ、ありがとう。ホゲオ、ホゲオ、あっちゃん、ごめんごめん。ホゲオ、ホゲオ、おや、ホゲオのやつが。あ、これもモンスターボールに入ってんの。あ、違う違う、星のやつじゃない。ホゲオ、ホゲオ、あー、かわいい。
しホゲオ、よしよっしゃ行けホゲオ、ついにこの時が。よしホゲオちっちゃ。なに大文字だよ俺。進化しようってずっと思ってたんですよ。嬉しい。おげありがとう。しゃあ、こっから一気に進化するぞ。アチゲーターのデータが新しくポケモン図鑑に登録されました。これ名前ってホゲを引き継ぐのかな。泣いてしまったよ。おげありがとう。ちゃんの肩叩きポピー取れませんでした。叩きなまだ肩こるとしちゃうよ。ほんでポピーちゃん負けたら次の人呼ばな。あらそうでした、おじちゃん呼ぶのお久しぶり。なんか進化するか迷ったんすけどね。おじちゃん出番ですよ。なんでもう感情がもう明らかで完全になかった。青木どうも青木です。なんで待って、俺回復できるよね。危ねえ、ちょっと待ってよ、今挑んだら積んでんだろ。ボロボロだよ。青木、ちょっと待って、青木って待って、あとだってさ、あのガニ股のロン毛の人とさ、あと誰いたっけ、1、2、あと3人いる。これきつくね。たら青木のタイプわかるよな、ノーマルだよな。ほげよ、これちょっとアチゲーターにしたいよな、戦ってる最中にな。あ、違うわ、アチゲーターじゃねえ、もうダメだ。ラウドボーンにしたいね。とりあえず回復だな。ただ相手がノーマルタイプっぽい気がするから、いやでもあと3人いんのかな、いるってことで考えると、薬結構これほんと気をつけて使いたいから、あと回復するポケモンちゃんと考えよう。まずはホゲをちゃんと回復してあげよう。だってこれ結構、あ、すげえ HP が高い。今まで進化しないできたから、ホゲだって俺レベル70とかなんだもん。いくぞー、やばい、傷薬も底をつきそうだ。まあヘイラッシャーには使うよね。一旦コジオは絶対使うから回復しといて、はぁ、ギャラドスも回復しときたいけど、もう元気のかけら最後やばくなるかもな。いやでもギャラドスは必要だな。やばい、少しでもしょぼい傷薬から使っていって、ただちょっと後半怖いので、いやレベル上がっていくのかなーこれ。よし全回復で、ちょっとマリルリだけ入れ替えるか。これなんかタイプ分けたいよな。セグレイブ強いんだよな。セグレイブって俺さっきやられたまんまだっけ。あーレベル55以上がもうバチウニとかハラバリーとかしかいない。バチウニ HP 超低い、格闘54か、でもハラバリーでも入れていくか。これでいいかな。55だからまあまあ強いよね。あと水タイプとか岩タイプとかうまくバランス取れてるかな。 OK、 いくわ。なんで青木がいいんだよ。あんたやっぱサイコパスっていうかやばいよな。四天王は青木に挑みますか。なんであんた四天王なのにジムリーダーってど、
わざと弱く戦ってたのかよ。怪しすぎるぞこいつは。あなたでしたか。面倒なことにしてんのも兼任なんです。いやおかしいおかしい、矛盾してる。ジムでは自分と似ているノーマルタイプを使う。え、ここでは違うタイプでやれとお上から言われまして。何タイプだ、絶対闇系だから。ゴーストか、絶対ゴーストだろ。文句があればトップにお願いしますね。絶対なんか闇っぽいやつだよ、エスパーとかさ。へえ。それでは業務開始です、よろしくお願いいたします。どこ見てんだよ。大丈夫、やべえ、俺順番血筋からにしちゃったか。四天王の青木が勝負を仕掛けてきた。ああ任せろ。トロピウス、これ草。いや待って、飛行か、草か飛行か。この度は飛行タイプでお世話になりません。自分から言った、やべ。ってことは地震とか効かない可能性があるから。うわ待って、これ技も減ってくの、やばい。59、とにかくぶん殴っていくしかねえな。これギガインパクト、よし、まずは強さを調べる。俺いけるいけるいける。トロピウス強くないぞ。日本晴れ、冬打ちしなくてよかったな。日差しが強くなった。光を吸収した、よっしゃ。これ攻撃じゃない、あ攻撃だ、やべやべ。血筋、よっしゃ、耐えたぜ。血筋は攻撃の反動で動けない、やばい。いやもうギガインパクト効いたから、これでとどめちゃんと刺そう。いやそういうことか、日差しを吸収してなんか強いのか。やべ、耐えてくれ、一発だけ、よっしゃ。これが血筋、ギガインパクト、よし当たったな、これオッケー。いい滑り出しだ、レベルこっちの方が低いのに。しゃあいいぞ。ムクホークを繰り出そうとしてる。ポケモンを入れ替えますか。ムクホーク、ムクホーク鳥だな。入れ替えるか、せっかくなら行くか。行くしかねえ、俺は絶対行ける。進化したホゲオ、強さを見せてくれ。これがホゲオの真の姿じゃ。おら、おお、ちょっとでっかくなったね。でっか、ホゲオ撫でてあげたい背中を。ホゲオでっかくなったね。よっしゃー、攻撃下げんなよ。初めてで、初めて大きくなったね。攻撃下げんなよ。雷の木が、木牙、効果抜群。おら、うわ、なんで、やめてよ。さすがにホゲオの時みたいにワンパンはないんだよ。大丈夫だよな。雷の牙、ちょっともうホゲオ、あれ効果抜群でこれか。いやでも行くしかないよな、これで行くしかない。73なんだけどこっち、え、上、あ、でも、あ、相手これ反動でダメージ受けるぐらい強い技なんだ。オッケーオッケー。ホゲオどうした、どうした、回復しよう。もう回復、あ、違うわ、危ない危ない、こっちか。危ない、もう薬ないかと思ったよ。ただもう一回やってきてくれたら、相手のムクホーク反動でほぼやられそうな気がするんで。しっ、オッケー。うわ、ブレイブバードはオッケー、オッケー、倒れてないか。一旦これで多分とどめさせるだろう。うわ、強え。うわー、ホゲオ、ホゲオ、オッケー。あと何匹だ。うおー、経験値やばい。いや、ホゲをやられちゃいそうだし、またそれで回復させると元気のかけらなくなっちゃうんで、入れ替えよう、このタイミングで。何繰り出すって言ってた。あ、やべやべ、間違えた。青木は踊り鳥を繰り出した、やばい。まだラストじゃねえや、これ。え、まだ3匹もいんじゃん。電気でいけそうだけど、これやられたらやばいので、一回回復しましょう。いやー、満タンの薬を使った。よっしゃー、体力回復、耐えてくれ。目覚めるダンスって何。よし、でもなんか怖い。あ、大丈夫だ、オッケー。雷の牙でいいよね、これ引き続きね。オッケー、
フラフラダンス、なんだなんだ、踊ってる、ポケオが踊ってる、ポケオ、ポケオ、しかしポケオは俺の愛情で、よっしゃー、行け、うーわ燃やした方がいいな、これ大文字だ。あー、これはちょっと2連続はきついか。あ、違うわ、これフラダンスじゃないや、こんなん解けた、行け、ホゲオといったら大文字。いや、こっちの方が強いじゃん。やっぱりタイプというか大文字は正義なんだな。オッケー、チルタリス、ドラゴンが効くよな。ギャラドスで行くか、ギャラドスで行って、激凛で行っちゃおう。ほら、よし、っていうかギャラドスの威嚇強えな。激凛効果抜群、あ、氷の牙もあるけど激凛でいいな。よっしゃ、ギャラ金の激凛、ほらーしゃー、変えてよかった、オッケー。でよし、いやもうこのまま行こう。ギャラドスでテラスタルしよう。あ、大丈夫、俺調べなかった。右肩上がりの強さです。これは楽できませんか。カラミンゴ、やべえ、ギャラドス大丈夫かな、これ。え、これラスト、え、髪が乱れますが風向きを変えましょう。きた、え、こんななんか全然強そうに見えないんだけど、カラミンゴって進化前みたいに見えるけど、風船、これ風船は飛行ポケモンか、覚えたぞ。四天王まで来てやっとテラスタルのこれで覚えました。先輩風を吹かせましょうか、少しばかりご注意を、まあ、サラリーマンとして先輩なんでね。やばい、ブレイブバード、あ、そっか、俺これ激凛反動によるダメージ受けた、激凛ワンパンしてくれ、ギャラドス、やばい、これこのまままさか連続でいっちゃう、あぶね、よし、いやこれ最後じゃないからさ、まだあと多分2人いるだろう。しゃあ、ブレイブバード、耐えるぜ、ギャラドスは耐えるぜ、ぐわー強い、え、これ俺、反動で自爆するっていうこともありえるよな、相手これやられないように回復したら自爆してくんねえかな。俺多分これ攻撃したとて相手の攻撃の方が早いんですよ。なのでどうせ次も回復させて挑むことになるから、これで回復して相手は反動で自爆する、さらに今青木は自爆する、あの人ちょっとおかしいから、もうよし、これ自爆しろ、反動で自爆しろ、ザーギャラキは耐えて自爆した、オッケーあ、てか俺テラスタルするの忘れてる、あけどまあまあ、よし結果俺やべ、テラスタルしてなかった俺、よしオッケー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 、危ねー、飛ぶ鳥ポケモンを落とす勢いです、飛ぶ鳥も落とす勢いってことね、しゃあ、うわ、やべえ、これもう計算がずれたやん。見違えました。トップが気に入るわけです。次は最後の四天王です。オッケー！あ、そっか。ってことは、澤高さんは四天王とは別ってことなのか。八作さんどうぞ。あー、あのガニ股の人か！来ませんね。え、なんで？あの、聞こえてへんとちゃいます。あー、声ちっちゃすぎだよ、青木さん。声張りなさい。八作さんどうぞ。青木さん、もうちょい声出さんと。八作さん、ああ、八作さん出番やで。やっと聞こえたんだな。ほら来た、すごいこうオラオラ来るよね、ガニ股でね。ヒカキンくん、よくいらっしゃいましたですよ。青木はまたチリに呼ばせましたね。
青木。いやこれはびっくりしたわ。もう一回会えるとは思わなかったよ。やばい、いややばいな。薬を大事に使っていこう。まあ一応血筋さんも回復しよっか。やばいね、こっから強くなっていくって考えるともう多分半分以上使っちゃってるんだよね、満タンの薬とか元気のかけら。足りるかな。ちょっと編成考えよっか。あーまあこれは2ぐらい食らっててもいいか。ギャラドス、あ、あんま意味ないか。やべ、無駄に使っちゃったかも。おい、さすがにホゲオもするでしょ。はい、この次だよな。もうレベル的になんか60超えてきそうなんで、ただ、ケツキンさんは結構ね、タフな気がしてんだよね、レベルの割に。攻撃してくんない時あるけど。腹張り使ったことないから、ちょっと HP も低いし変えようか。マリルリでいっか。ちょっと石使っちゃうけど、64で一番レベル高いんで、マリキン TV でいこっか。それしかない。ちょっと水3匹なのが心配だけど、レベルを信じていきますわ。やべえ、元気のかけら。4個あと。やばいなあ。あ、美味しい水も使えるな。OK。まあいいか。使って。全部使えば。OK! さあ、いやー、誰先頭にしていこっかな。寿司をとか、ドア玉で行くとかありかな。寿司をで一回ちょっとタフな感じでスタートしてみよっか。オッケー、行くぜ。おら、四天王八策に挑みますか。はい、チャンピオン行くぞ。あなたならいずれここまでたどり着くと思ってましたですよって、日本語間違ってる。若い目の成長は本当にね、著しい。これほどまで早く相まみえること、想像をはるかに超えていました。本来教師とは教え子を導き、その成長を助けるもの。ですが今は、教育者としての本分は忘れ、あなたを倒すためだけにこの力を振るいましょう。実技テスト最後の砦を守る竜、八策、竜猛然たる勝負の息吹を身をもって教えてあげましょう。やべえ、ドラゴンにはドラゴンだっけ。ギャラドスはドラゴンだけど、うわ、合ってるかな。四天王の八策が勝負を仕掛けてきた。ドラゴンっぽくねこの人。オンバーン、え、これ悪とかゴーストとかじゃないよな。本気でかかってきなさい。全力で迎え撃ちましょう。望むところだよ。オンバーン、おらあ、怒りの前歯って何。おお、強っ、やばい、めっちゃ強い。あー、こっちも強い、効果抜群。あ、ってことはドラゴンだな。うわ、145って俺ぴったりやられるんだけど、変えた方がいいかな。いや、行ってみるわ。頼む、耐えてくれ。違う技。あー、耐えろ。よっしゃ、これが寿司屋だ。いやー、というわけで一丁上がり、よっしゃー、いけるぞ。チャンピオンまで行くぞ。そしてホゲオが取り沙汰だ。思い出のバトルになりそうだな。ドラミドロ、でもドラゴンだよね。とりあえずこのまま行っちゃって頑張ってみよう。ドラミドロ、うわー、ドラゴンっぽさはちょっとあるな。ただレベル的には勝ってるが、一回だけ回復するか。ちょっとチャンピオンに取っておきたいけど、生きて次に行くのも大事だ。でかさでは100倍ぐらい勝ってる。頼む、耐えてくれ。耐えた、寿司をよく耐えたな。電気使うのかよ。一丁上がりしかないよね。一丁上がり、全部一丁上げていく。急所に当たるな。うー、なんとか耐えた。ありがとう寿司を。あー、頼む寿司を、頑張れ、出せ技を出せ。あー、
1回だけこれ使うわ。異常状態も回復して全回復これで、ああでも一発耐えてやばいかな。ポケモン変えるのもありだな。小ジオにするとかもありだよな。これドラメドロの10万ボルトやめて。よし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 、一丁上がり。麻痺しないで。よし一丁上がりでーブン。よっしゃー、寿司を急所に当たったぞ。しゃー、ただもう一発耐えらんない。変える、変えるか。絶対くら耐えらんないから入れ替えよう。やられないで次に行こう。小ジオ、ん、電気だから多分小ジオでいいよね。うん、しゃ、いやーよく麻痺してからのね復活。そして急所に当たったぜ、ありがとな。寿司をから小ジオに、え、ヘドロバックなの、変えてきたよ。あ、効果今一つ、オッケー、ナイス交代。これ浮いてない、飛行じゃないよな。地震、おらー、よし効果抜群、オッケー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 、なんかたまたまうまく抜群を選んでる、オッケー。しゃあ、え、オノノックスを繰り出そうとしてる。まあ小ジオでいいよな、そのまま行こう。あ、待って、オノノックスってやばいかな。あれ、これ草じゃ、草じゃね、やべえこれ草か、草タイプっぽいな。まあ、ちょっと不気味だから塩漬けで。うわ、鋼か、やべえ効果抜群だ。ひるんでまさかの、おーい、塩漬けしよう。やばいこれ、あれでも鋼タイプに効くの。あー、ギャラドスにしとけよかったかな。まあ、塩漬けは食らした方がいいな。これやばそうだ、やべえ、ひるむなよ。アイアンヘッドってひるむの絶対。うわ超やべえ、やばい、ギャラドスで行くしかねえか。ギャラドスで行こう。やばい、ちょっとチョイスをミスっている。ギャラキン行け、ギャラドスで威嚇で、でギャラドスにはアイアンヘッドは決まった。あれ氷も確か効くよな。氷の牙でいくわ、おら、ウェアンで使い分けてきてる。何、氷の牙、よっしゃ、いけるいけるいける。もう一回で削る、半分超えてるから多分いける。うわー、ギャラドス耐えろ、よし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 、危ねえ、素早さが下がった。頼む倒してくれ、よーし、あと3匹、やばい、思ったよりめっちゃ強え。ただめっちゃレベル上がってる。アップリューを繰り出そうとしてる。ドラゴンだろ、そのままでいいな。電気じゃねえよな。あと2匹、あ、俺1人1匹もやられてないじゃん。いけるいけるいける、氷の牙、ドラゴンダイブ、回復しときゃよかった、ケチンないでやればよかった。や、やっべえ、レベルでいったらマリルリが強えよな。うわ大丈夫かな。まあマリルリでいこう。こんなちっちゃい、なんかリンゴの殻みたいな、なんかリンゴの殻っておかしいか、卵の殻みたいな、強え。ただフェアリーが強いはずだよな。じゃれつく、頼む、なにこれ、宿り木の種、うわなんかずっと食らう系かなこれ。じゃれつく、ボンバーし、八作さんよ、俺の勝ちだな。四天王の八作はセグレイブを繰り出そうとしてる。セグレイブって俺が今日使ってたやつだろ。氷か、いやマリロリでいいんじゃないかな。でも合格までもう一息ですよ、頑張れ頑張れ。何応援してんだよ、絶対負けねえからな。八作はセグレイブを繰り出した。うわーかっこいい、セグレイブ、あ、これテラスタルしてくんのか。
うわでも俺は、あ、効果抜群だ。じゃれつく、これでいくわ俺も。頼む、テラスタルジュエルをその冠に大いなる竜よ降臨なさい。うわ怖え、氷タイプじゃなくてドラゴンなのか。うわセグレイブってなんか主役感すごいなこのポケモンな。怖い、でも俺のマルリル、マルマルリルのがレベル高い。つらい私。よし、合ってる合ってる、急所に、急所に当たってこれくらいだもんな。じゃれつけしゃー、あーこれ勝てる、絶対勝てる。うわヤドリギだ。そんなに回復は、あーよしよしよし。それではこのバトルは僕にとって本当に思い入れのある一戦なんです。行かせてもらおうか。行くよ。ホゲオ、マリキンがやられる前にこのバトルだけはホゲオで必ずとどめを刺したい。あと少しで頑張れホゲオ、チャンピオン行くぞ、倒してつららとしては耐えるだろ、耐えてくれ。よっしゃ、効果も一つ、効果も一つぞ。行くぜ。行くよ。ホゲを今勝って進化する時だ。さあ、オラ、テラスタル、アチゲーターのテラスタルはこれが最後だ。すべてを制圧する力、用意ドラゴン。親父ギャグ言っちゃった。巨剣突撃って何？やばい！耐えてくれ！耐えてくれ！ああ！タイパーバス！オッケー！オッケー！よっしゃー！しゃー！しゃー！相手のセグレブ倒れた！やった！四天王のハッサクとの勝負に勝った！ポケモン図鑑に登録されました。おお、ゴーストついてる、炎にゴーストタイプ、326キロ。うわーやった、ホゲオは新しくフレアソングを覚えたい。フレアソングの代わりに他の技を忘れさせますか。はい、あ、忘れさせる。臨床は覚えてたいんだけどな。ホゲホゲー、まあでも強くなっていかなきゃダメだからな。臨床を忘れよう。オッケー、 1,2 のポカン。ホゲオは臨床を忘れてフレアソングを覚えた。しゃ、ありがとう。わかった、ほんまにやってもうた。アダマー、お、ず、素晴らしい、小生感動辞典。うぼー、おいおいおい、ハッサクおじちゃん泣かないで、いい子いい子ですからね。すまんなヒカキン、うちらの大将たまにこうなってしまうんや。だって字がだないじゃないですか。仕方ないじゃないですか。
代わりに進行するけど、チャンピオンテスト二次試験、実技テストは文句なしの合格や。しゃ、わあ、カッチカチです。鋼だからな。はい、よく頑張り、マジだ、おめでとうさんって言いたいとこやけど、チャンピオンテストはもうちょっとだけ続くねん。お次がいよいよチャンピオンテスト最後の関門、奥の扉を見てみ。マジだ、うちらのスーパー総大将、最終テストの試験官はこの先で待っとる。四天王はその実力で腕ずくかき集めたチャンピオンランク最強のトレーナーや。ま、チリちゃんに勝てた自分なら楽勝やろうけどな。俺楽勝楽勝。怖いけどサービスしたるから負けるんやないで。サービス、え、なに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 、アイテムかなんか、なに、お兄ちゃんのポケモンポピー好きなのです。だからね、頑張れってしますの。え、なになによ。グッド、龍は椅子にして昇天の木あり。おわ、びっくりした、いつの間に復活を。あなたならきっと成し遂げることでしょう。うわ、なんかみんな味方みたいになってるよ。さあ行きなさい、ヒカキン君、その小さな手で大きな勝利を掴んできなさい。ありがとう、八作さん。行くしかねえのか。あっしゃ、行くぞ俺は。最強になったホゲオと一緒にな。おお、全部回復してる。サービスってそういうこと。勝ったな。ただ回復薬があとこんくらい。大丈夫かな、パーティーこれで大丈夫かな。回復はでかいな。並び大丈夫かな。いや、最後ラスボス、いや、チャンピオン何タイプかわかんねえ。ただホゲオは取っておきたいよな。血筋で様子見でいくか。様子見て行きましょう。ホゲオはどっしり一番奥で構えてよっか。オッケー。いや、ちょっと待てよ、待て、いや、ちょっと待って、やっぱちょっと悩むな。なんか舐めてるとやばいから、最初からまずヘイラッシャーとかのタフなやつで一気に行って、この辺で、この3体とかで。で、一気に優勢にする。うん。で、あとこの辺で余裕あったらって感じ？こんな感じ？これで行くわ。しゃあ、みんな笑ってくれてるな。ありがとう。ニコーってしてくれてる。ありがとうな、四天王の皆さん。俺勝ってくるわ。行きます！泣いても笑っても、これがラストバトル！チャンピオンテスト最後のテストに挑みますか。はい！しゃあ。絶対勝てる。大丈夫、俺には進化して最強になったホゲオがついてる。絶対大丈夫、もうホゲオでとどめさせて勝つぞ俺。絶対勝ってやる。さあ何タイプだ。うわ、屋上だ、でけえ。なんだここ、うわー怖えー。どんくらいのレベルなんだ。何タイプなんだ。そして重たか。ようこそヒカキンさん、あなたとポケモンリーグの頂点でお会いできて大変喜ばしいです。めちゃめちゃ余裕そう。最終テストはトップチャンピオンであるこの私オモダカとの勝負、勝利すれば合格ですよでもその前に一つ謝りたいことが。なんだ。私リーグ委員長としてよろしくない欠点がありまして。なになになに、怖いんだけど。なんかポケモン勝負に一切妥協ができないのです。ちょっとやばい人だ。そのせいか最近は合格者が現れず困っています。超強えってことかよ。しかしあなたならチャンピオンネモのようにとてつもないことをやってのけるかも。なになに、ね、ネモはなんか倒したの。なに、ネモはチャンピオンなの。もうそれではご準備はよろしいでしょうか。あなたの際見定めさせていただきます。来るぞこれ。あー絶対負けねえかんな。ここで負けたらやり直しだろ。あー、トップチャンピオンのおもたかが勝負を仕掛けてきた。お前かかってこい。
うわー、クエスパトロン送り出してきた。音楽がマジでラスボス感があるな。うわ、なんだ今の。ぜひ私に勝利してチャンピオンになってくださいね。当たり前だろ、絶対なってやるからな。いや、デカさでは勝ってんだけど。よしよしよし、全部今一つとかじゃないぞ。ヘビーボンバーで体重差がありそうだから、これでぶっ放していくか。オッケー、はい、ヘビーボンバーで上からチャンピオンをぶっ潰す。おっと、ルミナコレジョン、はい、余裕、オッケー。ん、特防がガクッと下がった。大丈夫、ヘビーボンゴーン。あれ、くっそ、結構強いな。まあでも大丈夫かな。ヘビーボンバーより他のやつの方が強いかな、これ。のしかかりにしとくか、のしかかり。ルミナコリジョン、はい、痛い。マジかよ、ちょっと待って、全回復しよう。 OK、 満タンの薬あと8個あるからな。頼むよ。待って、そんなに特防下がってんのかよ。大丈夫、寿司用なら耐えられる。頼むぞ。あ、待って、これ無限ループってこと。やっべ、積んでる。ポケモン入れ替えたいけど、他のポケモンにこの特防下がるの食らったら終わりだよね。むやみにやんない方がいいけど、これ絶対この寿司を積んでるも先に攻撃食らってたから絶対無理なんだよな。ただやられちゃう、やられちゃうのはやだな。でも入れ替えるか、小ジオで行くか。小ジオもやられたくねえけど、もう安全に小ジオで行こうか。耐久力があんのはスシオかコジオだからさ。いや絶対負けねえからな、コジオだったらな。うわー、やっぱこれしかやってこない。うわ、一発目でこんな食らうのかよ。ちょっとやばい。え、これ耐えられる？一発で倒してえな、これ。自信でいこう。やばい、耐えてくれ、コジオ耐えろ。やばい、ちょっと待ってくれ、もう耐えらんねえぞこれ。頼む、倒してくれコジオ。よし、これが小ジオです。 OK、 お寿司もレベル6、クレベースを繰り出そうとしてる。回復して塩漬けしていこう。もう序盤塩漬けとかでもうほんと手堅く勝っていこう。 OK、 回復全回復しよう。はあ、強えぞこれ。よかった、ギリギリ薬あって。 OK、 で噛み砕く、あおいっす。小塩で正解の塩漬け、うん、塩につけていく。はい、チャンピオンごめんな、チャンピオン使っちゃったからな。終わりだよ、クレベースは。はい、さすが正しい判断です、そのまま続けてください。ああ、分かっちゃった、正しいってことが。塩漬けになった。オッケー、ボディープレスはた、待って、この程度で焦るあなたではないでしょうに。うん、全然大丈夫、絶対大丈夫。 OK、 もう一発くらい食らえるよな。アームハンマーでいっちゃうか、これもう塩漬け食らってるしな。俺ぶっ放すぜ。 OK、 こっちの方が早い、カメだからな。 OK、 効果抜群。はい、はい、選択はミスってない、素早さが。いきなりだね。よし、耐えた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 。でも塩は使っていっちゃおう。 OK、 OK、 ハンマー。やっべー、あ、ただ水系がいいよな。ギャラドスでいこう。 OK、 大丈夫、一発倒せば。氷、あ、でも待って、岩が怖いな、ちょっと。大丈夫大丈夫大丈夫、何でもいい。これ滝登り、滝登り早い。よし、 OK、 こっちの早い。ほらね、素早さ分かってんでも相手遅いからね。 OK、 はい、まあ別に攻撃しなくても塩漬けでねやられてたんだけどね、相手ね。はい、チャンピオン勝っちゃうぜ。ドド下山、ドド下山ね。万が一捕鯨ワンパンとかされたら結構終わっちゃうんで、そのまま行くか、ギャラドスで。うわ、怖え。素早さが分かんないからさ、レベル勝ってるね。滝登りは普通だよね。あ、全然いける、全然いける。なんだ、はい、ほい。
俺のギャラドス金のギャラドスなんだよね。残念でした。オッケー、よしよしよし、でけえ、これはでけえ、ストレージ頼む。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。おっと、おもだかはゴーゴートを繰り出そうとしてる。ゴーゴートは確か草。ごめんな、ゴーゴーちゃん、出番だぞ、真の姿の捕虜。チャンピオン倒すぞ、捕虜。しゃあ、行け、捕虜。うおー、かっこいい。つうか、長え、体が長え、長細さがすごい。うわ、余裕だよこれ絶対。はい、僕チャンピオン舐めてないんで。ホゲオの大文字ワンパッション、かっしゃはい、ごめんね、チャンピオン。はい、ごめんなさいね。ホゲオレベル75。ミガルーサを繰り出そうとしている。ミガルーサって、あのサバみたいなやつだよな。あれ水だな。マリキン TV で行く？マリキン TV で行こうか。オッケー。いや、水で負けねえだろ、どう考えても。ちょっと中途半端にみんなダメージを受けちゃってるけど、多分大丈夫。マリキン TV 行け！ミガルーサ、大丈夫。このマリキンも、あのミガルーサのいる湖で、金色だったらマリルリだから、絶対負けない。じゃれつくが効果あり。オッケー。よし、フォーフォー、俺がチャンピオンだな。え、大丈夫。うわ、うわ、しぶといな。よし、え、あと1体、あと1体、ラストだよな。キラフロールを繰り出そうとしてる。ポケモン入れ替えますか。いや、そのままでいいでしょう。あはっ、あはははは、まだ体温ではいけませんよ。体温ではキラフロールって なんだ、何だ。うわ、花みてえな感じか。くわー、わかんねえ。とりあえずちょっと待って、俺ポケモンあと何体いる。うわ、ケツケンはちょっと危ないけど、とりあえずじゃれつくで戦ってみて。トレーナーを導く光あれ、キラフロール来た来た、チャンピオンか。さあ、なんだ、雨降ってるぞ。ん、寺生えてるってことは岩、どこが岩なんだよこれ。ヘドロウェーブ、え、てかそもそも攻撃できてねえ。ちょっとやばくね、これ。寿司を全回復、耐えられるかな。待って、やばい、あれ、あと俺生き残ってるやつほとんど効果抜群じゃね。やべえ、しでかしてる。ちょっと焦んないでよく考えていこう。満タンの薬でヘイラッシャー回復、大丈夫。ヘイラッシャーだったら絶対耐えられる。300近い HP あるから、頼む、これで耐えて。技はこのように放つのです。頂点を感じてください。寿司は耐えてくれ。テラバーストなんだこれ、耐えろ、やばいか、耐えろ。マジかよ、なんで急所に当たんなければ攻撃できる気がする。もう一回回復、もう一回回復。ちょっと待って、やべ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 、ちょっと待って、大丈夫。テラバースト以外してこないかな。今急所に当たったから、こんなに食らったけど、急所に当たんなければもう一回やり直せる多分。うわー、テラバーストしかしてこない。これ岩だよな、頼む。よしよしよし、え、一発ならギリ耐えるかこれ。うわ、やべえ、これ小ジオを復活させて攻撃ができない可能性がある。それだったら小ジオを復活させて塩漬けを復活させるしかないかも。それでいこっか、これしかない。寿司をが小塩にもう一回バトンをつないで
これで耐えてくれたらマジで激アツ。いい、なんか5とか残れ HP5 5。おっ、シャ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 、いける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 。で小次郎を満タンの薬にして、オッケー。あ、やべ、まあいいのか、いいいい、これで小次郎にもつないで、あのもう一回寿司で耐えればよかったか。え、大丈夫大丈夫。うわ、ちょっとミスったかもしんない。でも大丈夫、これで。ありがとう、交渉で塩漬けする。一回くらい攻撃できんだろ、さすがに。いけ塩漬け。うわ、なんか技変えてきた。ずーただ塩漬けてきた。よし、いけるぞ。苦しすぎる、苦しすぎる、これだな。え、何これ、毒化粧、毒食らうのかよ。シャ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 、アームハンマーできないよなこれ。大爆発ってさせてもらえないかな、これさせてもらえなそう。ただもうこれ回復してももう攻撃できないループに入ってるんだよね多分。ちょっと待ってね、大爆発しかねえけど、相手の攻撃外れて大爆発。うわー、ダメかやばい。ちょっと待ってくれよ。うわ、全然食らわねえ。ギャラドスで全回復する。うわ、これ水の技絶対いいよな。よしよしよし、攻撃下がったぞ。これでギャラドス満タンの薬で全回復して、滝登りやれば勝てんじゃねえかな。頼む、あ、頼む、ギャラドス耐えてくれ。きっとギャラドスさん救助とかに当たんだ、救助とかに当たんだ。眠らせる技なかったっけ。あー、毒食らってる、やべえ。頼む、一旦だけ眠らせてくれ。あくびって眠らせるだよね。次のターンに相手に眠り状態にする、これしかない。頼む、あくび先にやって。いや、頼む、気付けて離れる、頼む、気付け、頼む、よっしゃ、んだ。いや、もうこれホゲータに変えた方がいいな、絶対行かせてもらうわ絶対寝る、行くぞ。行け、寝るだよ、寝るよね絶対。ケツキめっちゃ活躍したぞ、頼む寝てくれ。これ寝ないってことあるのかな、誘うだけだから。頼む寝てくれ。あー、ホゲオも毒になっちゃった、頼む寝てくれ。え、え、よっしゃ耐えた、耐えたけど、ね、寝なかったの。よし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 、寝た寝た寝た、させてもらうわ。しゃあ、多分相手石っぽいから、岩っぽいからノーマルのがいいかな。強いよね十分。ハイパーボイス、フレアソングも火だよね。いや、ハイパーボイスだ。うわー、最後歌っても勝とうぜチャンピオン、いくぞ。合ってるよね、テラスタル。
ラスタルハイパーボイス皆さんご一緒にいくぞ。これが真のホゲムの姿に頭にしちゃってるよ。やっと見れたぜ。これでキラフルグミ眠ってる。やっと行けホゲムオッケーオッケーオッケー見たかやったー。いないよね。トップチャンピオンも中との勝負に勝ってきました。完璧だ。想像を優に超える。危ねえ。やべ、超下手だったよ俺。素晴らしい力、素晴らしい技の連続でした。いい人だな。パルデア地方にまた一人偉大なトレーナーが誕生しましたね。おめでとうございます。新たなチャンピオンヒカキン。うん、チリだ。今度こそほんまにおめでとうさんやな。まあみんな来てくれた。わーい、お兄ちゃんやりましたの。ありがとう。おめでとうございます。あー、いつもよりなんか感情感じるわ。あー、パッパで小勢は上勢は猛烈に感動しています。しゃー、受け、受け、また泣いとる。いい人なんだね、八作さんって。あなたたちポケモントレーナーはこのパルデア地方の宝物。チャンピオンが投げてきた。チャンピオンはその中でもひときわ輝く存在です。チャンピオンイカゲン、パルデアのトレーナーたちをその背中で導いてくださいね。それでは入り口までお送りいたします。きっと見知った語学友があなたをお待ちかねですよ。いや、もう今日はここまででいいけどさ。夜になってる。うわ、ネモ、ヒカキン。言わなくてもわかるよ。チャンピオンになったんでしょ。嬉しい。はい。知ってた。ヒカキンが実技テスト終わった頃にトップから連絡もらってたんだ。私はチャンピオン、ヒカキンもチャンピオン。今の私たちは同じチャンピオンランク、つまり対等な関係なんだよ。ということで改めて私のライバルになってください。いい話だな。はい、やった。あー、嬉しい。もうライバル同士だもん。心置きなく勝負できる。それじゃ早速私の、ちょっと待って、これは無理なんだけど俺。これ次回でいいっすか。ちょっと俺もう今日もう疲れ果てちゃったよ。回復とかないの。あ、よかった。大高チャンピオンでもお待ちください。動画がもう3時間とかになっちゃう。あ、トップどうしたんですか。チャンピオンヒカキンとヘイラッシャたちはチャンピオンテスト終えたばかり。うわ、大高ありがとう。チャンピオンなら相手への思いやりも大切になさってね。う、そうでした。うわ、ネモもありがとう。いつも忘れちゃう。ごめんね、ヒカキン、ヘイラッシャ。なんでヘイラッシャなんだろう。なんで補強じゃないんだろう。あ、一番上にしてるからか。それに対等なライバル同士の記念すべき初めての勝負がこんな道端でよろしいのですか。おー、てことはまたああいうすごいところで戦うのかな。え、あ、あー、え、あー、そう言われると確かに。それじゃポケモンリーグのバトルコート貸してください。さっきのとこかな。ふむ、お二人にとってもっとふさわしい場所があるのではないですか。私たちにふさわしい場所どこだろう、ヒカキン。最初に戦ったとことか。泣き嬉しい。うわー、これね、自分で選んでいいの。ネモの家の裏だろ。
あはは、うちの裏か。初めて勝負したもんね。私にとっては短すぎてちょっと特別感がないかもな。ダメなんかい。ヒカキン他に候補ない。うわぁ、テーブルシティかな。テーブルシティ、いいね。私たちが旅立った場所。ヒカキン、クラベル先生が言ってた課外授業、自分だけの宝探し、覚えてる？私にとっての宝は本気の力をぶつけ合える対等なライバル。きっとヒカキンの存在だったんだよ。そういうわけでヒカキン、テーブルシティ中央広場、バトルコートで待ってるから。うわ、これレベル上げしないともう勝てないかもしんないね。次回レベル上げしてから行くか、これどうしよう。怖いもんだって、これ重たかより強かったら俺絶対勝てねえじゃん。互いが互いを尊敬できる羨ましい関係ですね。私トップとは呼ばれておりますが、チャンピオンネモは私との最終試験ですら力を温存しておりました。あなたになら彼女も本気を見せてくれそうですね。マジかよ、もうやっぱもっと強いっぽいじゃん。65レベルとかいくかもしんねえな、これ。うわー、ネモと勝負じゃ、次回にしよう。いやー、もうとりあえず四天王倒せてよかったです。やったー。いや、完全に今回の MVP 決勤だよ、マジで。こんな毒食らってホゲオと決勤で、ありがとうホゲオ。ホゲオ進化してなかったら絶対勝ててなかったわ俺。よかった。あー、俺超好きになっちゃいそう、ケツキ。こいつめちゃくちゃいいやつなんだよ。毒食らってるしさ。ありがとう。なんか、なんでこっち向いてくんないんだよ。絶対にこっち向いてくんないや。あ、向いてくれた。はい、じゃあこの向きで。背中で失礼します。皆さん、ヒカキンちょっとね、だいぶちょっと、もう、テンパっちゃって、下手な部分がめっちゃあったと思うんですけど、四天王に勝てたので、もしよければグッドボタンをポチッと押していただけたら嬉しいです。そしてこのヒカキンゲームズのチャンネル登録もぜひお願いします。その他、私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok など SNS もやってますので、動画の説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回パート16でお会いしましょう。うん、バイ。もうポケモンでホゲータ一番好きになったかもしんねえ。はぁ、あ。